いいですよ。はい、最初にあの事件のことについてということで話を始めるということでいいですかね。この11月の初めに信徒連合会の大本大祭の前日に、11月の5日ですけれども、天祖の降臨ということで話をさせていただきました。で、これの中で、一番の中心は第二次事件、これが天祖の降臨の場、あるいは、天祖がスサノオノミコトとして贖い主となる場ではなかったかと、そういうことを中心に話をしました。どこまで話をしましょうか。そうそう、別にね、はい、できればね、大本事件、特にその、二次事件が世間的には知られていることで、一次事件、二次事件、三次事件あるわけですけども、とりあえず山本さん、いらっしゃるんで、十二段返しの宣伝か、こっからちょっと事件については入りたいんですけどね。十二段返しの宣伝かっていうのは、今実際に実在したわけですよね。あれはどこに、伊豆の方が書かれたとか、もちろん聖司様が書かれたっていう話は当然あるわけですけども、で なぜ十二段返しの宣伝かな、事件と関わりを持つかというと、やっぱりこれは有罪になってるんですよね。不敬罪として有罪が確定して、昭和17年に、あ、ごめんなさい、昭和20年に不敬罪がなくなったことによって初めて無罪になった。早い話が、大元はそのか、ある意味では確信犯だと。要は有罪だったというのは、歴史的な事実でありますし、十二段返しの宣伝下には、天使を隠した。隠して。から天使、今の天使、偽物になると。これは不敬罪に当たると。当局が有罪にしてるわけです。この辺の話、いかがですか。ここからちょっと事件の真相に迫るということで、実際に当局が大本事件、この場合第二次事件ですから、昭和10年の第二次事件ですけども、証拠としたわけですよね。動かぬ証拠としたわけですけども、この辺あたりから事件について我々大本信者が、今の大本信者が事件を語っていこうということがいいんじゃないかなと思うんですけども。十二段返しの宣伝家についてコメントを。私ですか。はい。十二段返しの歌っていうのは裁判の記録にも出てくるわけでして、その中でそのあれがその天使、今の天使偽物なり、あるいはその綾部天使を覚醒というのは、そのまま天皇陛下のことを意味するとすれば、間違いなく一発で不敬罪になることは間違いなかったわけですけども、で天使という意味の中には天皇陛下だけではないぞという意味も含ませたり、あるいはあの歌を誰が作ったかというものの中で、確か伊豆の安藤さんが作ったいいことにして、安藤忠雄が書いたもんじゃないかというふうに、すでに亡くなっていた安藤さんのせいにしてですね、罪は免れたわけですけども、しかしあそこで書かれています今の天使偽物なり、
あるいは綾部に天使を隠せるという読みを読むならば、私どもはやっぱり聖書は口頭を継ぐべき資格があったということ、そしてその今の天使が偽物であるということは明治維新に関わる天皇すり替え説を裏付けるものだというふうに理解しております。つまり第一次大本事件、第二次大本事件、第三次大本事件とありますけれども、第一次大本事件の発生する昭和10年の確か10月に摂政宮殿下が昭和天皇が摂政になるわけですが、その前の6年7年8年頃からすでに大正天皇の体調が不良でもって天皇としての執務を執行できないということは、まあ、まだ残っていた明治の重臣たちにとっても非常にその不安定で困ったことだということだったわけです。でその当時本願寺のサロンですね、西本願寺だと思います、西本願寺のサロンで、サロンということは女の人がいつも集まってくる皇族方の中で有栖川宮さん の, そのお年寄りがあるみたいという話が噂が広まるわけですね。で本願寺にとっては大本の身長がその非常にそのある意味危惧されたもんで、自分たちの強戦を行われるということがありました。でそれが本当か嘘かということを確かめるためと、もう一つ密かに私の推測ではありますが、あの一条春子、つまり明治天皇の正室はあの名がその通道の近くでございまして、通道の近くは密かにその京都の綾部へ訪ねていくわけでございます。で第一の母ではその綾部へ行って精子の上からというか、精子は朝風呂から出たところでその筋肉のたぐりゆるたるその裸の姿を見て、その間違いなくそのタルスト神皇のお年玉に対する確信したということを書いてありますけれども、当時の列車の速さ、それから時間的な配分を考えますと、京都から綾部まで行くのに2時間ではとても行けなかったろうと思います。おそらくまあ朝仮に8時9時に出たとしても11時12時近くまでかかったはずですし、当時のことですからタクシーはないわけですが、人力車で本部へ行って、で本部で取り次ぎを受けて精神の生まれの時間を考えますと、昼の日中にその裸でおるというわけでもおかしいんで、これは多分安田先生の創作だと僕は思ってますが、いずれにしても通道の近くはこれは間違いなくその精神の有栖川民人親王のお年寄りであることを確信したことは間違いないと思いますし、それについてもしかしたらその先ほど申し上げた一条春子さんからの密かなメッセージがあったと思います。つまり今の天皇偽物なり、早めに天使隠せりというその言葉が裏付けられるわけですけれども、それでなぜか聖書は突然その地方に散らばっとる信者に電報を打ちまして、急遽明日吉野山へ行くという資料を出します。その中の一行の中には通道の近くも含まれていますし、それから浅野正郎夫婦であるとか、あるいは星田悦子であるとか、まあ後になってみればいろいろな葛藤がある人たちもみんな含めて吉野山へ行くということを決行します。汽車に乗って確か大阪の駅で昼ご飯を食べたいというような記録があったと思いますけど、そして吉野山で一泊して明日の朝その吉野山へ行かれます。じゃあ何のために吉野山へ行ったかということについては記録が残っていません。目的は分かりません。しかし吉野山までわざわざ出かけなければならなかった、しかも通道の近くは来るのを待ち受けて行かなければならなかったということ、これは私は北朝と南朝との和解ではなかったかというふうに思っております。まあ、北朝 の, その最後の、まあ、最後というかその天皇でありました後醍醐天皇が亡くなる時にですね、装束は山伏の格好をして、右手に剣を持ち、左手に法華経の実家を持って亡くなったんです。で自分はこの吉野山の苔になろうとも根本がとどまえて、都の空を眺めたら必ず倒してやるというような怨念の言葉を吐いて亡くなっています。でその後まあその
北朝が騙したとか、あるいは南朝が騙したとか、いろんな三種の神器のやり取りがあったりして、まあ、続いてるんだけども、その怨念は残ってたと思います。で、明らかに北朝系であります聖子が行って、そこでその鎮魂祈心をなさったということは、ある意味、その北朝と南朝の和睦ではなかったかと思っています。聖子は頂上までは登ってません。金剛峰寺までは行ってないわけですから、おそらく後醍醐天皇が降りてきたんだろうと思います。そこでその鎮魂祈心がかかったけどもその内容については、鎮魂祈心があったということはありますけど、内容については発表されておりません。そしてその後ですね、帰ってこられて、あこる日に、何か福知山の一級神社へ、一行200人まで、海祖様を含めてお参りに行っています。一級神社というのは、海祖様の大娘さんですから、これも意味があったことだと思います。つまり、牛虎の根治になったぞよという、その形そのままになった、要するに北朝と南朝で争った時代終わったぞよと、そしてこれから牛虎の根治になったぞというご挨拶に、聖子か海祖も揃って行かれたんじゃないかというふうに思っています。で、その事件のことにつきまして、その第一洋本事件については、ちょっと言いかけたんですけども、すでに大正天皇がそういうふうな形で、執務が不可能になってた時に、やはり朝廷内の権力騒動があります。つまり薩長の争いがあったわけでございまして、昭和天皇になられる睦仁さんの奥さんに島津系の佳子さんを推した連中と、佳子さんには式毛系統があると反対した山形一派との間にはものすごい隔週ができまして、それ以後山形か愛党は勢力を失います。その恨みというのはかなりありまして、折三郎を弾圧するというとこまでがあったような気がします。ただし第一洋本事件はご存じの通り、山の上の3つのお庭を壊されただけでして、第二洋本事件とは全く形が違うわけでございます。まあ第二条元事件については今度は藤井さんからお話してください。今のちょっと山形愛友の関係ですね、南北朝清純説、南北朝清純説、南朝清純説、これは明治43年出るんです。明治43年です、つまり伊藤も山形も死んでからです。南朝清討論、伊藤が死んでからです。伊藤が死んでですか、はい、でそれが国会新聞で出て、国会に出たんですかね、国会でなんかこれは消直じゃなかったかと思いますよ、明天皇ので直裁で出たんです。それが出る前にですね、そういうことが問題になった時に山形有朋がですね、時の、総理大臣はなんとか太郎、桂太郎、確かね、桂は何をしているかということで、そっとしてしまったと、気を失ってですね、倒れてしまってるんですよね、この問題が出た時に。桂は何をしているかと、でこの本がですね、山形愛友の岩波の本の中にもありましたし、他の本の中にもあったわけですよ。だからそのまあこれ北朝南朝の話なんですけども、北朝である、であるべき天皇がですね、南朝をこう叩いていくわけ、あるいはその今 の、天皇っていうのは南朝か北朝かっていう、そういう議論が出ること自体を非常に山形が嫌ったという一つの表れだろうと思うんですけども、それはね、過敏に今の天皇、つまりその明治天皇である睦仁さんとなっとる人は、長州が連れてきた天皇ですから、北朝南朝から言うと南朝系になるわけですね、でその南朝天皇と正しいとすれば、じゃあ今北朝の首長として仕えておられるたくさんの公家たちの中には困ってしまう人がたくさんできるわけです。だから最終的には南朝清純論と同時にその北朝も正しいんだということを、つまり両方とも認めたい形で解決したはずです、それは、
今まあ南朝と北朝の話が出てます、まあ、ちょっとここで整理しますと、孝明天皇っていうのは明らかに北朝だったんですね、はい、で孝明天皇の後お子さんに睦仁親王って方がいらっしゃって、どうもこの方も暗殺されたんじゃないか、はい、で暗殺されて、長州田伏の大室虎之助っていうのが、薩長の、まあやり方でその擦り替えられたと、はい、となると、でこの大室虎之助はその南朝の流れを組んでると、はい、ですからその南北朝の問題が今お話に出てますけれども、その北朝の、まあ、清流というか北朝の正統派はその孝明天皇たる人、有栖川宮たる人親王、そしてその娯楽院である出口温三郎という北朝の流れ、はい、それプラスその南朝の流れですね、その大室虎之助、はい、まあ大正天皇へと続くわけですけども、これが、先ほどおっしゃった、明治43年の南朝正統論というものを、はい、明治天皇が出されるわけですね、はい、明治天皇が直裁としてわざわざここで、今の天皇家は南朝だと、その北朝ある意味で覆すわけですね、はい、まあ、そういう話が今論点になっています。でそこでその大本事件との関わりになってくるわけですけど、そうすると大本は潰される、まあ、犠牲者なわけですよね、うん、じゃあその北朝である、出口温三郎正氏がなぜ憎かったかと、北朝がなぜ憎かったということになるわけですね。南朝が本来の天皇家だと、で北朝なんかは潰しちまえという大本弾圧の真相に、まあ、迫るわけですけども、そこまでこうあの決めつけていいんですかね。小木さんはそのうん第二事件のことについてね、その阿波内の信用だというふうに受け取っておられるみたいですから、はい、そこのところは意義があるだと思うんですけど、はい、実はあのその前にですね、あの昭和6年、7年、8年頃の大本ですね、はい、これがその人類愛禅会の名前を持って中国へものすごく進出するわけですね。そうですね。で、そこに絡んでくるのが清さんのもう一人の娘である大石良江です、うん、で大石良江とは、昭和6年の2月3日に初めて舞鶴で清氏と対面するんですけども、対面したその月ですぐに亀岡へ飛んできて、でその月のうちにその満州を渡ることを了解し、翌月満州を渡って法典の人類愛禅会支部へ入りって加藤春子さんと交代するわけです。そして仙洞庭 その奥さんとも面会し、それからもっと興味深いのはその川島芳子ですね、男装の霊人と言われた川島芳子との交流もあったりして、満州国へうんと入り込んでいっています。でと同時に昭和6年の9月18日に起こりました龍城湖事件についてですけども、石原莞爾とそれから大井三郎との直接の出会いについては私が調べた範囲では記録がないんですけども、しかしその気脈を相次ぐとこあったみたいでして、満州は日本の生命線中の話は満州に対する肩力の家から見れば清さんも全く同じでなかったかと思います。特に次男坊三男坊対策でもう渡り当てる土地がないと、日本では当時の生産力では、で満州の広大な土地を開拓することで満州国設立に向けて動いていくわけですが、満州国設立についても私はかなりで満州農民たちに資金援助をしとったんではないかと思います、うん、
その中の一人が大島豊でありまして、昭和7年の4月の大祭を期して大島豊、小田秀人という若手 の, その大元の宣伝師たちが聖書を排斥する運動を起こします。でこの時に、まだ赤子の朝子さんをおぶって、まだ3つか4つの直美さんを連れて秀村先生とそれから直妃さんは北海道へ逃げます。で当時の北海道を言ったら今の地理的感覚から言えば南米亡命するぐらいの距離感だったのと思います。で聖さんはその間何日かの徳島におったり、それからその怒りが解けるまで帰ってこないなんで半年帰ってこなかったという説もありますし、三月で帰ってきたということもありますが、いずれにしてもそこで大きな大元の内部的な栗が中から弾けるような事件があったわけです。でその後に大石義雄が出てきて満州とのつながりができる。で石原貫地が起こした龍城号事件の9月18日の前の日に、もしそういうことに結婚するかしないかを石原貫地は最後の決断がつかなくて鉛筆を転がして決めたと言われています。その鉛筆を転がしたところに陪席したのが三谷清という陸軍中佐であります。陸軍の憲兵隊の支隊長だったんですね、法典の。でその結構部隊と治安部隊とに分かれるわけですけども、治安部隊はその満州の法典 の, その治安を守るということで三谷清が当たるわけですが、それを考えますと、その前にその本宮山に火が立ったら世界が動くぞとおっしゃるのがちょうど10日前ですね、9月8日ですよね。ですからその火が立って10日目に世界が動いた、満州事件が始まった、つまりそれからまさしく戦が始まり、地獄の始まりが始まっていくそのことでありまして、その食材的な意味はありますけれども、そこからもう生死は一つの仕組みとして通らなければならない道として、その後の昭和新政界運動の過激な運動の仕方を見ても、事件を起こすように持っていったということは、贖いの信仰への働きかけではなかったかと思いますけどね。昭和9年の7月に、昭和新政界というのが発足されています。で第二次大元事件はその翌年の12月8日に起こるわけです。で特に、後の世三代さんの時に、その三代さん並びにその周辺がですね、その昭和新政界というものを非常に嫌がったと。その昭和新政界こそがその今のその南北朝の話、南朝北朝の話より、ましてですね、当局を刺激したと、昭和新政界こそその第二次大元事件の火種であったということを後の世まで、一応伝わってるわけですけども、まあ、昭和新政界の問題も含めて、大元の事件に対してはですね、必然説、それから誤解説、経輪説というものが3つの説、まあ複雑ですよね、1つの事件が起きてるわけなのに3つの説までありまして、それが今の大元自体も、まあ、それによって分かれるというような、その事件に対する評価によって今の教団の在り方もあるし、まあ、それの方によってですね、日本あるいは世界に移ってるわけで、まあ、ここは我々大元信者にとっては非常に大事なところなもんで、ちょっとその、まあ、必然説、弾圧説以降ですけど、からその誤解説、これは本部が解きますね、誤解説って、から経輪説、まあ経輪説というのはまあ信者的な見方になるわけですけども、私個人は、特に江里先生がおっしゃっておりますように弾圧説、
で、その断圧説っていうのは、まあ、なぜ起きたかと、いうことにも、まあ、必然的にその音頭教団を、まあ、やっつけないと、その日本のその国体、その天皇制が守れないというその異常な、まあ、被害者意識をその当局権力側が持ったことによって事件、もう弾圧したのは当然権力側の都合で弾圧してるわけですから、そういうその権力側が被害妄想になったと。別にその大本教団はですね、あの権力に対してですね、まあその頭角運動はやったけども、何もその物理的にあのね、その人を殺したとか何とかそういうことは一切やってないわけで、その宗教的な感覚で昭和新政会も作り、それからこれからの日本の在り方を世間に問うていたわけですから、それを弾圧したわけですから、弾圧した権力側のまあどういうんですかね、どういうんですかねっていうか、その権力側のものすごさというか、被害妄想ですね、その辺が、弾圧説の根拠です。本部側のとっては誤解説っていうのは、その誤解されて、その大元をめちゃめちゃにされてね、その誤解っていうのは、これ今の本部側のとってる説で、この前あの2年前ですか3年前ですか、NHK テレビでも放送されてますけども、あれは誤解説に基づいてます。ああいうことで、その権力が間違えたと、大元の解釈を間違えたと、間違えてあそこまでするかというのが私の見解です。で、あの経緯説はこれからどうぞご説明されます。大國先生がですね、愛染世界史の平成27年の2月号に、最後の進撃の2というところで、まあ、述べられたように書いてあるんですが、来るものは来るでしょう、聖様は来るように来るように仕向けていられる傾向がある、いくらブレーキをかけても意表に出て誘発するような態度を捉える、困ったことですということで、大國先生の捉え方は、聖様が弾圧に仕向けていってると、そういうふうな捉え方を大國先生されている。で、この前11月の5日にお話もしまして、ちょっと手元にないんですけども、もっとやれもっとやれと、島には何もなくなるんだからと、聖様はそのようにおっしゃっている。だから、まあ、そういうものを見るとですね、意図的に聖様が弾圧を引き入れている、引き込んでいる、そんなふうに見れるわけですね。で、確かに当局にとっては大元は脅威でしたでしょうし、800万とか言われますけれども、昭和新政会への賛同者がいた、これは当局にとって脅威であり、どうしても見逃すことはできなかったでしょうし、まあ、さっきのその南朝とか北朝とかいう部分もあったでしょうし、まあ、満州の関係もあったでしょうし、そういうの限界的な現実界的なものの中では、まあ、弾圧をしていかなければ政府としてはやっていけなかった。ただそれはそれだけの問題ではなくて、生死が引き込まれていたとすれば、そのようなことをすることが大元たる役割を果たす中で必要であったと。弾圧説でもあり、当然説でもあり、あるいは経緯説でもある、私はそのように思っています。決して誤解ではなかったと思います。きちっとしたそのいろんな日付の中で物事が表の中で動いていってますけども、これもきちっとした日付の中で起こっている、天の運行の中で決まった神様のプログラムの中で物事が動いていってる。それがまあどういう意味なのか、
まあ、これはちょっと後また話をしたいと思います。私は誤解説ですか、何を言ったですか。いやいや、何でもいいですか。はい、まあ、おっしゃった通り、その神様の経理の中でこうしなければならないというんだけども、うん、一番大きなのは、あの聖書が皇室の皇を使った皇道大元という名前を使いましたな。その皇道という意味をですね、その端的に我々は皇室の道というふうに捉えますよね。天皇陛下、つまり天照大神から始まったあの皇室を中心にした物語、皇道を守る大元だというふうな道になってしまう、皇道をという。聖書のおっしゃっておられた行動というのはそうではなし、宇宙万有の動き、つまり雨の皆がの主の神であり、大国とこたちであり、天照すめ大神でありという行を考えておられたんだけれども、うん、それを汲み取ることができなかった。完全にそれ言うても無理ですよね。だから世界に七条も八条もいらんというとかですね、日本こそが一番その神の矢をやった国やような言い方になると、なんか超右翼的な話になりますけれども、そうではなくて、先生がおっしゃったように皇室の皇という字はそうではない、大宇宙の道、運行の道、それが皇道なんだというふうに、あの最近になって私も分かったんですけども、そう考えてみると、確かに超発想を受け取れる部分もありますけども、それだけではないんではないかなと。これはあのその後にですね、予測発言というのがありますけども、予測発言というのは、まあ、見る人によって違うんで、何とも僕言いかねますが、間違いなくはっきりしていることは、これ、朝日新聞に出た新聞記事です。朝日新聞の記事というのは、正確か正確じゃないかが、昨今の情報を見れば当然分かりますし、当時ですから、ファックスだってないんですから、電話で送られたもんですから、聞き違い、言い間違いもあったろうと思います。でそれとは別に、その当時の吉岡先生に退属された人たちに対して起こされた予測は刑事録というのがあります。これどでかいもんですから、これも理屈は同じなんだけども、内容がかなり違います。特にその第三祭はこれからだよという言葉がございます。で大小の地主がなくなり農地は解放されると、植民地は弱肉強食の産物だと、白人であると黒人であると一切平等なだけではないというのは、戦後リベラルの基本になるべきだったことを、この吉岡滞在主任すでにおっしゃっておられることを考えたら、うん、まだまだ今アメリカがそのトランプが出現してグローバル化からそのナショナリズムに変わろうとしている状態の中で見れば、それはもうおかしくなってくるのが当たり前で、アメリカ社会化して離国となり、アメリカはその政策をするベトナムに手を出し、雨もさらしもならんことになり、ついには日本にさえ商戦に負けたり、眼中に回った国に頭を下げすることになるというようなことでございますから、まあまだその経理は続いておると、途中経過であると、第三次大本事件で言葉を解決したのではないというふうに私は受け取っております。ちょっと勘でしていいですかね、うん、今のあの公の字、行動の公の字、うん、まあ天皇の、うん、のあるいは一字でスメラギと言います。そうですね。で、ご神明で面白い、今回話をした中で天照大神、大御神、これは、まあ、皇室のまあなんていうか一番の元だと、皇祖神ですね、皇祖神で、この中に天照すめ狼、うん、で聖書はこの天照すめ狼間にこのあのすめらぎという言葉を入れてですね、これはあの祖神だと、祖神だと言ってます。祖神だと言ってます。こういうだからで、行動であればですね、祖神のことを言っているあの道だということになるんですね、うんうん、でもそれをその関係としたら当然、うん、またやつ狼の道だと受け取ったんでしょうね、うんうん、けども、うん、教えられるとこれ、祖神のことで言っては、実は言っているわけですね、こういう紛らわしさを聖書に使っているんだと思います。それと、今の第三祭の話は、朝日新聞
小田記者もですね、まあ、聞いているところで、決してだから大元の御経輪っていうのか、決して終わっているわけではないし、これは未来永劫続いていくもんだと思うんで、うん、ここに刑事録に書いてあることで終わるわけでもないと思うんです。うんうん、それではでは話飛ばしますけども、はい、その今の大元はどうやるべきかという話に入っていかなきゃならないんですよ。でまあ、その前にちょっと事件 の、はい、まあ、私がまともに言う、はい、お礼します、筋合いじゃないんですけども、先ほどの昭和新政会ですね、はい、その第二次事件の、まあ、主たる原因とされた昭和新政会っていうのは、まあ、昭和、9年に発足し、で第二次事件が翌年の昭和10年12月8日に起きてるわけです。で、皆様ご存知のようにその前後に、満州事変があったり上海事変があったりですね、から国際連盟を脱退するとか、から直後に事件のですね、直後に226事件が起きたりということで、最終的にやっぱり太平洋戦争への道のりの中でその大元を潰したと。だから大元信者としてはその太平洋戦争に至るその破滅の道をですね、日本がたどったっていうことは、やはりその大元事件があったからこそ、大元を潰したからこそその太平洋戦争のその悲惨な戦争があったということを最後に、まとめとしてちょっと事件の話はちょっといいですか、はい、関連してですね、今おっしゃったというのはその大元を潰して、そういうそれまでの大元の在り方を潰して、軍事政権がですね、軍事体制がですね、日本の軍備体制が潰れたと